水さん、チョコレートでも食べますか？チョコレート大好きです。あ、はい、もしもし。え、あ、はい、あ、お昼ですか？え、あ、すみません、忘れてました。今から行きます、すみません。あ、はい、はい、はい、すみません、失礼します。ロッシーさん、今から会議ですよ、早く行きましょう。誰かさんが日記を忘れてる。返さなくちゃ。しかし名前が書いてないな。それ何？それは分からないんだよね。わーお！これ誰の？手伝ってくれ。じゃない？本当に？助かるね。今日は何月何日？今日は12月12日。今何時ですか？今はもうすぐ3時。3時？3時？彼女は今図書館にいるはず。行こう、会いに行こう。思い出もいっぱいあるね。じゃあ一番大事なのはやっぱりチョコレートでしょう。チョコレート、私の握りです。私の握り。あ、行こう行こう行こう。どうして図書館へ来ますか？彼女はチョコレートが大好きですから。今いいタイムです。図書館の喫茶店にチョコレートがあります。
チョコレートでーす。バーガー使います。いいえ、すみません、すみません、すみません。変態。皆さん、皆さん、皆さん、皆さん。ああ、プレートです。農場は来ました。ほっ、ほっ。そういえば、ノーシーさん、さっき、なんで逃げたの？実はチョコレート好きなんだ。チョコレートが好きなんですか。へえ、どこで知り合ったんですか。それは約2週間前のことになるね。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫。もう、夜の10時ですよ。10時。あ、何？10時。もう10時ですよ。はい。ごめん。もう帰るよ。さよなら。なに？これはあなたのですか？それは私のじゃありません。誰のですか？はるかのです。え？あ、はるかのです。はるかです。あ、はい、はるかです。よろしく。よろしく。はい。はるかの？私のチョコレートが行っちゃった。チョコレート買ってあげるよ。一人にさせてよ。はるかが言ってたよ。チョコレートが好きなんでしょう。でも俺は普通なチョコレートは嫌でよ。俺は日本味チョコレートが好き。